はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さんは暗黒の魔王、ディアボロスというモンスターをご存知でしょうか。僕ね、このモンスターのね、イラストがめちゃくちゃ好きでね、まあ、パワーはね、ぶっちゃけカードパワーはそう高くはないんだけど、かっこいいんですよね。で、暗黒の魔王、ディアボロスっていうモンスターと何が相性がいいかっていうと、シャドウディストピアっていうギミック。これとめっちゃ相性が良くて、これどういう効果かっていうと、手札墓地に存在していて、フィールドの自分のフィールドの闇属性モンスターがリリースされると手札から特殊ができるよっていう、手札墓地から特殊ができるよっていう効果なんですよね。で、自分のフィールドの闇属性モンスターがリリースすると相手の手札を1枚デッキの上から1枚下に戻すっていう、まあ、相手がね、これ相手が選んでるって別に強くはないですこれ。ぶっちゃけ効果で、このカードがモンスターの存在から1をリリースできないし効果の対象にならないっていうね、まあ、体制があるんですけども、これをね、使ったシャドウディストピアと相性がいいギミックが、今回マスターデュエルに追加されておりまして、それがね、ビーステッドです。はい、これなんでかっていうとですね、闇属性モンスターをリリースするんですよ。ディアボロス、ルベリオンって、ルベリオン の特殊召喚条件が闇属性ドラゴン族、をリリースすると特殊召喚できるよっていう効果なんですけども、これ闇属性ドラゴン族がリリースされるとディアボロスも出てこれるというところで、でしかもこれシャドウディストピアを貼っておくとルベリオン自身が闇属性になってるんですよね。だから例えば楽園の獣貼っといて、楽園の獣で相手のカードを破壊するときにルベリオンを破壊するじゃないですか、ルベリオンをリリースするじゃないですか。そうするとなんか相手のカードを破壊した後になんかディアボロス持ってきたりするんですよ。だからディアボロスが無限に蘇ってくるっていう、まあ、このギミックがね結構ね相性が良くて、で今回はビーステッド と、シャドウディストピアを組み合わせてきました。はい、でシャドウディストピアの強みって何なのかっていう話なんですけども、シャドウディストピアのこのやっぱねリリースを肩代わりさせることができる相手のモンスターを、一旦に一度自分がカードの効果を発動するために自分のフィールドのモンスターをリリースする場合、自分のフィールドのモンスター1体の代わりに相手フィールドの闇属性モンスター1体をリリースできるよっていう、この効果がめっちゃ強くて、これを使っていきたいんですよ基本的には。なので、今回はリリースっていうね最強のモンスターが3積みしてあります。でシャドウディストピアを貼れるようにアフリマとか入ってまして、まあ、ちょっとテラフォーミングが上がっちゃったんでシャドウディストピア若干貼りにくくなりましたけども、まあ一応ねアフリマがあれば、アフリマかシャドウディストピアすべきすれば貼れますし、まあこれなくても普通に楽園融合で戦っていけるように一応構築してあるんで、まあシャドウディストピアなかった時は楽園融合で普通に戦っていけばいいかなという感じですね。で、リリースと相性がいいカードが、ハオールの魂とか、通常トラップですね。通常トラップカードを、一応3枚見せて相手にね、その中から1枚をセットできるよっていう効果なんですよ。闇属性リリースして。で、これで相手のモンスター肩代わりできるんですけども、このね、セットするカードがね、闇デッキがね、なんか、制限カードになっちゃったんですよね、マスターデュエルさん。まあこれ多分ラビルにセキュールとか言われてるんですけども、これね、一番痛いですね。このデッキって闇デッキめっちゃ強くて、先行で闇デッキをぶち込んでいけるっていうところが強みだったんですけども、闇デッキがね、なくなっちゃったのがね、1枚しか。これめっちゃきついですね。リリースで確定でセットすることができなくなったっていう。かなり弱体化は入りました、正直。はい。デッキ構想段階ではこれ3枚入ってたんですけども、まあ、これドキュメントとかなかったんですけども、なんかこれが1枚になっちゃったんで、なんか他のカードないかなと思ってドキュメント入れましたっていう感じですね。はい。まあちょっとギミック自体はかなり面白いので、早速ねこのデッキ使っていきましょう。デュエルスタンバイ。あ、ディアボロス来たじゃん、いいじゃん。シャドウディストピアも来ている。なるほど、これは割とまあまあまあ悪くないハンドではあるな。アルベル召喚効果発動、オッケー通る。楽園融合、これ通るじゃん、裏らなそうだな。楽園融合発動、オッケーオッケー、通る通る、オッケーオッケーオッケー、ナイス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 、オッケー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 。アルビオン特殊召喚、アルビオンの効果を発動。アルビオンの効果により、アルバスと闇属性モンスターの魂を、はい、融合素材として除外。アラロ新エンビュールベリオン融合召喚成功時効果、手札を1枚墓地に送ることにより、アルバスの楽園とルベリオンをデッキで返し、アラアロ危険竜ミラージェイドバゴーン。そして自分の墓地のルベリオンの効果発動、楽園竜アルビオンをリリースし自身を特殊召喚、そして闇属性モンスターがリリースされた場合、自分の墓地の悪子の魔王ディアボロスの効果、魔王は墓地より蘇る。うわかっこいい、ディアボロスさんかっこいい。
ディアブロスのね、僕見た目めっちゃ好きですよね。めっちゃかっこよくないですかこのモンスター。最高にかっこいいでしょ。これはですね、暗黒の魔王、先に発動して暗黒世界シャドウディストピアを発動、そしてこれでルメリオンが闇属性だったので、闇属性がリリースされたらディアボロスが蘇ってくるっていう最強コンボが発動できるぜ。暗黒の魔王ディアボロスの効果リリースして相手のハンドを1枚、まあこれ相手が選んじゃうんだけど、相手が選んでデッキの一番上に戻すか一番下に戻すかという効果を発動できる。まあ一応1枚手札が減る。ちなみにこのディアボロスの効果はあんまり強くはないぜ。まあ一応ね、ディアボロスいると対象にならないとか相手からリリースできないとかね、そういう効果一応あるんで、まあ、一応耐性は結構そこそこ強いですけどね。でちなみに今これ闇属性にね変更しておきましたので、ルベリオン君をこいつをリリースすると、ちょっとまあ闇デッキが許すとかないんだけど、今ね現状ないんだけど、まあ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 、ルベリオンは楽園の獣でリリースできるんで、それやるとディアボロスがまた持ってくるみたいな、まあ、そういうなんか激ヤバムーブができます。はい、これがねディアボロスと、まあ、シャドウディストピアおよびビーステッドの、まあ、相性ですね。まあ、ルベリオンは普通にうざいですね。普通にうざい。でこれ闇属性なんで一応ね超融合できるんですよね。これシャドウディストピアにするとフィールドのモンスター全部闇になるんですけど、そうすると相手が出してきたモンスター全部闇になるんで、まあ、それもまあ強いところではある。楽園竜アルビオンが一応蘇生席満たしてるんで、これ蘇生してまして、闇属性プラスドラゴン族みたいな、だるー。まあいいか、そいつはめんどくせえ。まあ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 、ディアブロスがここビーステッド買ってくれたと思う、一応な。はい、まあ、いいよ。マグナムとはいい。まあ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 、どっちかっていうと楽園追放がセットされてるんで、アルビオンを除外される方がこっちは嫌なんで、まあ、これはディアブロスのうざさをね。はいはいはい、ルベリオン来たー、ルベリオン来たー。いやもうここやろ、ここやな。楽園追放を発動。楽園追放はデスペアモンスターまたは自分の墓地のレベル8以上の融合モンスターを特殊召喚し、そしてフィールドのモンスター素材として融合召喚を行う。アルビオンとルベリオンを素材に融合召喚、現れろプルタープラッツドラゴスタメリオン。これでルベリオンが除外されたため、相手は楽園系の永続トラップカードを発動することはできない。愚かな愛想いいだろう。なるほど、なかなか手数は多いじゃないか、なかなかやりやがる。いやでも普通に強えよな、この動き自体は。ディアブロスちょっと正直僕好きなんですけど、強くはないんですよ正直ね。正直ただなんか楽園と使って楽園ってかビーステッドで使ってるとか結構楽しいね。めっちゃ墓地から出てきてるからね。まあ除外しちゃったんだけど。いやまあでもビーステッドを誘ったっていう意味では仕事したあいつは。このおかげで楽園強い出てるからね。あーアルベルね、あー普通にうざいね。まあこれは普通にドラゴンスタペラで無効だね。いやこれ持ってないでしょ、この動きするってことは。ここでスタペリア打つ、これでさすがに楽園融合を打たれたら俺ぶち切れちゃうよ。さすがに。ぶちぶちにぶち切れちゃうよ。さすがにね。メインフェス終了前。よし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 。オッケー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 。オッケーいいよ。あ、トークンね。あ、オッケー。ちなみにね、シャドウディストピアの効果がね、ちょっと若干めんどくさくて、トークン出ちゃうんですよ、相手のフィールドに。エンドフェイズに強制発動する効果で、あ、マグナムとかいいわ。マグロムートの効果でなんかが、ドルイドブルームか。オッケー、ドルイドブルームが、持ってこられる。で、ここなんですよね。なんか、シャドウディストピアの効果で、トークンが出ちゃうんですよ。はい。で、こうなって、そう、これのね、トークン生むのがね、一応壁になっちゃうんですね。相手の。ワンケルが若干取りづらくなるという、謎の、そういった、まあ部分はあるんですけども、まあ、とりあえず一回ルベリオンの効果を発動しましょう。フクラクインをね置きましょう。はい、さあフクラクインを置いていく。そしてそうですね、まあ相手も B セットなんだよな。ディアブロス落とす説もあるけどね。ディアブロス落とす説もまあ必要なんだけど、アルバレナトスあるねこれ。アルバレナトス出したらさ、これ2回殴るんでし
これさ、アルバレナッツ出したいんじゃないか。とりあえずアルビオン出すじゃないですか。はい、これはね、分かりました。アルバレナッツ君の隠された効果、まあ隠されたなんだけど、あんまりなんかそのみんな知らない効果、実はこれ融合召喚の素材にしたモンスターの数だけ殴れる、まあ要は2回殴れるんですね、モンスターにっていう効果ありまして、まあこれ1回ルベリオンと除外しまして、これで2回殴れますよと。はい、でするってえと、まあとりあえず福楽院の効果が発動して、まあ、アルバスを戻すことができる。さあ戻して1枚ドロー。はい、ほいほい、あ、いらないね。これでバトルフェーズ入りましょう。さあ、新炎竜アルバレナス君はモンスターに融合素材としたモンスターの数だけモンスターに攻撃することができる。さあこれでモンスターがいなかったしまったな。行けアルビオン、ドルイドウルブいいだろう。除外は、ああそれ強いね、いいだろう。さあデスピアンを除外してドルイドウルブの特殊召喚、いいだろう。そしてデスピアンの効果、いいだろう。まあサーチャーどうでもいい。ドルイドウルブはちなみに墓地に送るとやばいことできるんで、こいつは墓地に送ってあげません。攻撃を続けましょう。メラジェイドの効果、はっ、くたばれクソモンスター、よーしバトル。つえうわー、対戦ありがとうございました。いや、このデッキ楽しいわ。なるほど、シャドウディストピアが通ってくれるとワンチャンリリースでね、もう即座にしょれるっていう最強のムーブありますんで、これね、シャドウディストピアさえ通ればリリースがめっちゃ強いんですよ。一応リリースコントロールっていうデッキ皆さん知ってますか。シャドウディストピアがあるとリリースってフリーチェーンで、ちなみにフィールドの闇属性モンスターをね、リリースしてなんかトラップカードセットするっていう効果を使えるんですけど、シャドウディストピアがあるとなんかそのコストをね、相手のモンスターにもできるんですね、闇属性なんで。シャドウディストピアがあるから、だからそうするとそのリリースの除去ってコスト、除去っていうかリリースの効果ってコストなんですよ、払うのが。そのコストで何かをリリースして発動するんですよね。だから必ず相手のモンスターを除去できるんです、コストなんで。これがねめっちゃ強くて、それをまあ使ったデッキがリリースコントロールっていうデッキで、まあスキルドレインとか入ってたりとか、あとスキルドレイン、ちなみにリリースはコストなんで、コストを払うことができるんですよ。だからモンスターを一方的に除去できるっていう、まあ、そういうコンボがあるんですよ。スキドレとか、あと闇のデッキアカウイルス、なんかなぜかね、ラビレンスが来るって言われてるんですけど、なんか闇のデッキアカウイルスが制限カードになってなんかこのデッキめっちゃ弱体化してるんですけど、なぜかラビレンスとかなんか1枚入れられるカード、ラビレンスデッキってなんかそのピン刺しとかのトラップカードもセットして発動できるんですよ、レディーが来ればね。だからなんかあんまりなんかラビレンス弱体化っていうか、どっちかっていうとね、闇のデッキアカウイルス の, 制限カード行きはね、リリースコントロールデッキの弱体化に等しいねと僕は思っています。はい、と言っていたらなんかまあそこそこ強そうな、うわ強盤面ゲボ強いんだけど、まあ、とりあえずねリリースコントロールっていうねパワーの押せんだバカ、押せなお前ちょアフリマ通して、アフリマ通してくんのにマジでやばいよ、アフリマ通して、オッケーオッケー、通ったオッケー、アフリマ通った、頼む、シャドウディストピアを許してくれ、許してオッケーオッケー、来た。これはね、じゃあかなり強いですよ。これはリリース召喚しまして優先権渡ってきた、かなり強い。あ、キャッシーか、まあキャッシーはいいか、キャッシーはいいや、キャッシーはラッシーをサーチしてきてね、新キャラ召喚できるよみたいな効果なんですけども、はい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 、ラッシュ OK です。で、では、いやー、これ難しいですな。まあ、リリースコントロールできるんで、これはね、まあ、どっちかというとエルフの方がうざいんで、エルフをリリースして、さあ、エルフの蘇生効果を使わずに、さあ、レッドの方が使うか。レッドの方が使ってもいいけど、全部なくなるぞ。これ、ドッキュだな。ドッキュン舞台しよう。
ここがね、闇の出来上がりウイルスとかをね、カクテルセットで生きてたんです今までは。これがね、制限カードになってしまってできなくなってしまったんですが、まあ、とりあえずドキュメンタリーをセットで、一応、レッドの効果はまだあるんで、まあ、レッドをどっかで使わせたいですね。基本的にはどっかで扱わせたい。さあどうする、さあどうする。うざいだろうな。うさ、あーなるほど。まあでもギガンティックスプライドもどっか行った。これでいや、これはね、これかなりね除去できましたよ。リリースとシャドウディスティブだけでかなりリリースが強いというところを見せました。まあ、とりあえず副楽園を発動しておきましょうか。ディアブロスちょっと出てこなかったんですけども、まあしょうがないですね。闇属性モンスター、自分のフィードモンスターリリースしてないんで、これでやることがないんで、まあ、とりあえずシャドウトークンを出していくと、でリリースしたモンスターの数だけ、ね、トークンが出るよっていこうか。はい、今俺何体リリースした、2枚か。でこうして、はい、でこれで壁になると、これでワンキルも防げる、非常に強い。さあどうする、レッドリリースしちゃってもいいですけどね。まあ、ラッシー、あ、違う、ラッシーがいいとか、あと。ラッシーがいいのか。ラッシーでシンクロ召喚してみるかもしれないか。あー、なるほど。ラッシー行こうか。まあ、増時打っとくか。2枚ゾロできるのは強そうだな。2枚ゾロできるのは一応強そう。まあ、次のターンでもよかったけど、まあ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 、いいでしょう。2枚ドローは強い。さすがに。で、増時ガンのラッシー通る。いや、これさっき通ってればな、絶対。あ、うらら来た。ナイス。で、ラッシー特殊からのラッシーでシンクロ召喚を行うことができますよという効果。なので、これは何だ？あー、なるほど。アーデクでいいんですか？リリースは残るんです、じゃあ。リリースは残していただけるんですって。神ゲーなんですけど。じゃあ。ですね。そうですね。ドキューしますか？ドキュー部隊発動でアーデクリリース。アーデクのチェーンを一切挟まない最強効果。なに、やるじゃないか、やるじゃないか。これね、やっぱね、シャドウディストピアっていうかめっちゃ強いよね。悪魔城リリースの効果を発動、悪魔城リリースの効果によってシャドウトークンをリリースすることにより、デッキから通常トラップカードを3枚見せて、あー、無限保養か、強いな。オッケー、いいよ。了解しました。了解。まあ、保養は強いですね。保養は強い。で、スマッシャーズで何を除外するか。まあ、リリース鬱陶しいし、シャドウディスピアどっちも鬱陶しいか、どっちでも鬱陶しいんだけど、あ、シャドウディスピアが。なるほど。ディストピアは除外された。で、闇属性がリリースされたんで、まあ、このままディアボロスの効果。自信を託す召喚バクトン。ちなみにアンコロマオディアボロスは相手の効果でリリースができるだけで自分はリリースできるんで、普通にあのドラゴン族なんですよ、闇属性の。なんで、ルベリオンとかでリリースなんです、普通にね。はい、実はかなりシナジーは感じると言っておこう。さあ、相手は何もできずにエンダーとよ、残念だったな。パワーオールの魂だろ。まずはビーステッドルベリオンの効果を発動。ザ・ビーステッド・ルベリオンは暗黒の魔王ディアボロスをリリースすることにより自身を特殊召喚ができる。そしてルベリオンの効果を発動。ルベリオンの効果により、楽園の獣を発動。さらに悪魔城リリースの効果を発動。フィールドの闇属性モンスターをリリースすることによりデッキから通常トラップカードを。いやー、これな、確定で闇デッキセットできんタンクだったらマジで痛えな。ちょ、マジで痛えわ、これ。マジで痛い、これに関しては。絶望的に弱体化している。で、闇属性がリリースされたので、アークの魔王ディアボロスを墓地より特殊召喚。3000、2000、2500、4575、あと500足んねえのか。うらら召喚。2体のモンスターを使ってリンク召喚。すごい強引に打点作りにね。さあ、ベルテアラコンダの効果を発動。ベルテアラコンダの効果による楽園融合墓地を組む。自分のうちの、あ、自分のフィールド上のベルテアラコンダとありますね、融合召喚マラーロ権竜ミラジェイドツアーバトル。強え、このままかっこくね。ルベリオンミラジェイドディアボロス、
まさに魔王降臨といったところ、敗戦ありがとうございました。ディアボロス来すぎだろ。いや、やる気満々か、ディアボロス君。まあ、コストにしても美味しいんでね、ディアボロスは。墓地にいても、あの墓地が蘇ってこれるんで、まあ、楽園開幕とかのコストにする分には結構強いんですけど、冒頭の大好者ピーナス、やば。や、それはやばい。ちょ、何これ。何置き、あー、これなんだろう、大好者かな、普通に。大好者。大好者はね、なんかね、デッキタイプね、死ぬほどあるんだけど、いや、なんかね、こっから何が起きるかもう全く分かんないんですよね。なんか、普通に大好者ムーブもできるし、あとターンスキップとかもできるしね、大好者って。まあ、もう無限大なんですわ。このモンスターが4体並ぶというゴンギミックね。やばい、普通に。あー、スプリンドか。なるほど。何を落とすんだ、俺。何を落とす問題ですかと言って。たところ、あークソデッキだな。ドグラはね、ドグラはクソだね、多分。ドグラを落としてる段階でクソデッキの匂いがプンプンします。エルフ、はい。なるほどね。サイキック族ね。なるほどね。粘土増幅装置ね、はい。で、これでサイキック族に種族が変更され、なんか知んないけどゲートグランの効果が無限回打てるようになってしまった。これはまずいぞ。やばいかもしれん、それは。やばい、これ前半です、確定ですね。なるほど。このさ、ガストクラーケとかいうモンスターさ、デッキに戻すのマジ厄介だよな。ついさ、捨てるとか、捨てさせるとか、破壊捨てるとかあったら、ワンチャン効果発動できるけど、これ戻すのマジ厄介。いや、スプリント禁止にした方がいいよ、早めに。いや、ほんとに。スプリントっていうか、エルフか。え？ハハ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 ハ